おお、やっと顔出しに来やがったか。どうも。そんなにご無沙汰でしたっけ。ああ、今ちょうどお前のことを話してたとこだ。お忙しいんですか、八神さん。別に。金になる仕事があればいつでも受けるよ。いつもエネルギッシュですよね。喧嘩も強いし。カンフーやるんですか。ガキの頃基本はかじったけど、 まあ、あとはストリートの我流だよ。だからまあ流派で言うとカムロ町流。カムロ町で鍛えられたみたいな。なんですかそれ。ちょっとかっこよくないですか。あの、八神さん。ん。実はお願いしたい仕事があるんです。いいよ。どんな仕事。今来ているのはこちらの案件です。 まだなんか探ってんのか、この間の事件。ええ、何かまずいですか。いや、まずいっつうか、あれはもう終わったろう。調べてもらっても金は出せねえぞ。いいですよ、うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ、お前ハムラが真犯人隠してると思ってんだろう。それであれこれ調べてるって聞いたら 怒るよな、ハムラは。<笑>向こうが先に俺らをこけにしたんですよ。裁判の後、頭と何かやり取りは。新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。へえ。さあ、どうぞ服部さん、狭い事務所ですが。分かってます、何度も来たことありますから。 ね、八神さん。忘れてた。あ、今新谷が取材受けててよ。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。でないとお宅の読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。私もしっかり傍聴していましたし。帰ります。 俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょう。ぜひ新谷先生とツーショットで一枚。お茶をどうぞ。これはこれは、わざわざありがとうございます、城崎先生。
はい。
どうも変だな。
今だ。気づかれた。気づかれた。
八神さん。